皆さんこんばんは、今回は、日本人女性が、海外に売春しに行っている件に関して、先日4人のブローカーの男が、逮捕されました。多くの方々が、日本人女性が海外に売春しに行くのっていうふうに思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、実は今結構増えてるんですね。でそれによって、まあ、うまくブローカーとかね、かなり稼げると。であとはホストとかに入れ込んでしまって、ホストからまあ騙されてね、ブローカー通じて海外に売春しに行くっていうのもいるんだけど、皆さんもね、娘さんとかいらっしゃるのであれば、ちょっと気をつけられた方がいいんじゃないかなと思うところでございます。私自身、まあ、世界の半分近い国ですね、101カ国訪問し、海外にも住んで、そういった夜の歓楽会も数多く訪れてきた中で、数多くそういったところも詳しく、分かってるんですけど、一昔前、というよりも明治時代、大正時代なんかだとね、まあ、日本人が海外に、から行きさんって東南アジアなんですけどね、まあ買収しに行くってのはあったんです。シンガポールなんかも、日本人墓地のところにから行きさんの、ね、名前が入ってないんですけど、お墓があってということで、行ったんですけどね。で、戦争終わってから、まあ、高度経済成長ですね、して日本は世界有数の先進国になりました。それ以前もね、世界大戦、第二次世界大戦も、まあ、5大国の1国だったんで、大きな、ね、力を持つ国だったんだけど、戦争で、まあ、先の大戦で日本負けてしまって、焼け野原からの復興ということと、高度経済成長から、まあ、発展していってですね、日本は豊かな国になりました。でそして、その、バブルが始まる前ぐらいから、韓国人の女性が日本に来て、韓国クラブで働いて、日本人の男性と結婚してっていうね。だから今30代とかで日韓の婚月の人がいるのかなと思ったりするし、あとはフィリピン人のが、バブルぐらいからね、結構来てフィリピンバブで働いて、で日本人男性と結婚するっていう、そういう婚月の方結構いらっしゃるんですね。で、他にも数多く、まあ、入ってきてたりするんだけど、日本に行けばお金が稼げる。例えば、まあ、ルーマニアとかね、東欧系なんかも結構来るんですよね。だからそういったところで、東欧の人たちもちょっと入ってきたりとかして、そこら辺に関してね、まあ、日本に行って出稼ぎに行って稼ぐっていうのが一昔前あったわけです。例えば中国人とか台湾人も含めてね、売春しに来たり、タイ人なんかも来てたり、ね、今でもあそこの新大久保周辺、大久保駅のあたり、病院があるのあのあたりで立ちんぼでいるのが、まあ、最近かなり少なくなったと思う。一時はだからもうタイ人結構いたなと思ったんですけど、もしくは横浜の小金町とか川崎の堀之内とか、東京町田の駅の JR 側の方もホテル街だったら、あのあたりもちょんの間とかね、あったんですけど、やっぱりそういったところ、まあ、ホテル街立ちも立ってたりよくしたんですけどね。で、日本に行けばお金が稼げるってあったんです。ただ今どうなのかというところで言うと、まあ、日本の経済はもちろん落ちてますし、円安ですね。円安って逆に言うと日本にとってはいいことも多いんだけど、まあ、ただ海外に行く場合ってのはちょっと以前やっぱ高く感じますね。151円ですよね。一時108円ぐらいになった時あったんですけど、なので、以前よりもやっぱ日本人が海外に行くと前よりやっぱり割高に感じるのが実情なんです。で逆に外国人が日本に来ると、昔は多く日本は高い国、物価の高い国だと感じたのが、まあ他の国も経済上げてきてて、さらに円安の状況なので、いやあれ安いねってね、思ったより高くないとかね、そういうふうに思われるのかなと思うんですけど、円安だからね、例えばワーホリなんかで行くとちょっと稼げたりするもあったりするし、だから海外に行って、それでかなり稼げると、1ヶ月で700万、800万稼げるというね、ブローカーに言われて行ったところ、その行く国というのは大体アメリカかオーストラリアとか、ね、マカオなんですね。で、オーストラリアなんかも、例えばシドニー、キングスクロスとかね、売春のところあります。ニューサウスウェールズ州が売春が合法なので、で、そういったところで働いてということで、客を取って、それで、お金を稼ぐっていうね。だからお金が困ってる女性が数多くいて、それでまあ、そんなに長くなく行って、がっぷり稼いでっていうふうにブローカーに言われて、行ってしまったところ、もう監禁状態になったりとか、もうかなり労働をね、搾取されるっていうか、そこら辺のところでもらえるものがもらえなかったりとかね、非常に大変な思いをしている女性もいるということです。まず、問題となっているのはアメリカで今入国審査がかなり厳しくなっているんですね。これは例えば観光ビザで行って現地に行って就労するじゃないですか。で現地からお金をもらう行為ね、
現地のところから、ね、現地企業からもらったりとか、テレフォン、ね、センターなんかもそうだったんですけど、観光ビザでテレフォンセンター働いて現地からこう口座に入れてもらうっていうのも、あれも不法就労なんですけど、そういったところが結局、あってですね、かなり今アメリカが入国を厳しくして一人で行く女性がだから売春婦だと思われるっていうのも、やっぱりそういったところが、まあ、捜査機関がね、そういったところに日本人の売春が増えてるってことであるわけです。はい。一時はですね、例えばオーストラリアがそうなんだけど、韓国人が売春婦として行くこと多くて、で、韓国人が日本人だというふうに嘘をついてね、言って売春してることが多かったんです。ただ、ここ最近は本当に日本人が売春するようになってきてるのも事実であって、ここに関してはね、しっかりとしていかないといけないと思うし、安易な気持ちでそのブローカーの簡単に稼げるね、日本でやるよりも全然稼げるなんていう甘い言葉に乗っていってしまって、向こうで危ない目に遭う人もいるわけだから、暴力を奪われたりとかね、もしくはその避妊具つけずにとかね、あったりするし、その避妊具つけると結構外国だと外国人結構 HIV に感染してる人多いので、それでまあ性病にかかってしまって、だから日本人の今性病の人が増えてるってのは結構そういったところもあるのかなと思うんだけど、とにかくここに関してはしっかりと考えていかなければならないかなと思うところでございます。まず皆様のね、娘さんとかがじゃあ海外に売春ね行くって売春とかはしてほしくないですよね。そういったところもしっかりとやっぱり伝えていかないといけないと思うし、簡単に稼げるってことはまずないと思った方がいいですね。まあ、ここ最近闇バイトとかでかなり話題になってますよね。簡単にじゃあ叩きのバイトで1日50万見張ってるだけで大丈夫って、そうじゃなかったりするし、でそれで応募して、実は危ない、ね、仕事で、で監禁されてしまって出れませんっていうね、そういうこともあるので、まず簡単に稼げるという裏には何かがあるんじゃないかっていうのを考える必要があるんじゃないかなと思うところですね。簡単に稼げるものはないわけだから、そこら辺を理解すれば分かることかなと思います。で海外に、まあ、気軽に女性が売春しに行くっていうのもしっかりとやっぱり病気の問題もあるし、いろいろと考えていかなければならないかなと思うところ、3番目にもあるし、英語も話せないのにそれで行って意思疎通もできずに、ね、それでまあ解決できないってありますので、そこもやっぱりしっかり私は考えていくべきじゃないかなと思うところでございます。ということで、まあ、世界各地いろんなところ行ってみるとですね、まあ、日本にも一時ではもう外国人、ね、今でも入ってきてるんで、例えばタイ人が観光ビザで入ってきてどこどこのマッサージ店に行ってそこで本番行為が行われてるとかね、ありますし、世界各地行くとどこに行っても大体売春宿ってあるんですね。だから売春、だから結局お金がないから困るわけだから、それでもちろんそれで救われてる人もいるのも事実なんですけど、まあ、世界各地見るとやっぱ貧困とやっぱり売春というのは結構密接な関係あるのかなと思うところでございます。ということで、とにかく、ちょっと皆さんもちょっと注意していただきたいかなと、女性とかね、思うところでございます。ということで、またねこの問題に関してはまた継続的にちょっと出していきたいと思ってます。チャンネル登録いただいてない方はチャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。